さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では言い換えが重要というところです。そして、その言い換えはじゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、青年学院に行ってみたいと思います。では本日の長文ですが、空所補充問題でございます。では12問あるんですが、どんどんいけるかと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、設問の指示はこんな感じでございます。ここから皆さん、まず空欄 A ですね、選択肢これでございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、おそらくヒントにしたのは、この空所の右側ですよね。フォレスト、森、森林でございます。皆さん、この場所を表す選択肢が選べそうですね。ですから、正解は4番のインということでよろしいかと思います。皆さん、もちろん先ほどお伝えした通り、場所を表し、そしてもちろん森林と言われたら、比較的広い場所でございますので、そういう場合、皆さん、インで表すことができましたね。ですから、4番でバッチリです。で、もちろんヒントにしたのは、当然これですよね。前置詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いてこの空欄 B ですね。選択肢これでございますので、お願いいたします。で、皆さん、おそらくヒントはですね、この点々のところですね。皆さん、シアトルという名前を受け取りましたということでございますので、これでいけそうですね。ですから、正解は1番ですよね。皆さん、名付けられましたということで、よろしいかと思います。皆さん、もちろん名前のところで、皆さん、ちゃんと言い換え可能ですので、バッチリです。で、皆さん、ヒントにしたのは、これですよね。レシーブド、一般動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ、皆さん、続いて空欄 C でございます。選択肢、この中から選んでいただけますでしょうか。で、皆さん、これはないんじゃないかというところで、皆さん2つちょっとスラッシュ入れてみましょう。まあ、×ということなんですけども、皆さん、ユースレス、無用とか、フォールス、間違ったですね。それの言い換えがどこかにあるかというと、多分ないはずですよね。そして皆さん、1番のトライアンフですよね。大勝利。皆さん、大勝利の言い換えもあるかというと、おそらくないかと思います。となってくると選択肢2番チャンスが正解ですよね。で、皆さん、この後ちょっとホワイトボードで解説する予定なんですが、皆さん、チャンスとディスカバリーですね。これが皆さんしっかり言い換え可能でございますので、2番正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、先ほどの問題を補足をしていきたいと思います。で、皆さん、チャンスとディスカバリーが言い換え可能なんですが、これはちょっと繋がりませんという方実際いらっしゃるかと思いますので、ちょっと皆さんプラスアルファ行ってみたいと思います。で、皆さん、そもそも皆さん、正解となった形容詞のチャンスですが、皆さん、意味はご存知でしょうか。で、皆さん、これなんですね。偶然のという意味でございます。で、皆さん、名詞で言えばチャンスなんですが、皆さん、少しイメージをしていただけるとよろしいかと思います。皆さん、皆さんの人生の中で、チャンスというのは、しょっちゅう目の前に起こるかというと、そういうわけでもないと思うんですよね。そう滅多にはチャンスは目の前に転がってこないということです。で、チャンスが来た、というのは、まあ、こちらがですね、おそらく予想してない時に目の前にやってくるものでございますので、ですから皆さん、それはあくまでも偶然に起こる可能性が高いですよね。ですから、そういうふうに皆さんイメージしていただけますと、チャンスという名詞から偶然のというふうにつなげるのは難しくないかと思います。そして、皆さん、先ほど少しコメントいたしましたが、この偶然というのは、これですよね。皆さん、予期していないことですよね。ですから、皆さん、その予期していないというところから、皆さん、これもイメージしていただけるとよろしいかと思いますが、ディスカバリー発見ですよね。
もちろん動詞のディスカバー、発見するでもいいかと思いますが、皆さん何かを発見した、発見したぞ、という時にも、やはり皆さんそれは心の奥底で予期していないことが起こったからこそ、ああ、世紀の大発見みたいな感じになるかと思います。ですから、皆さん予期していないというところから、皆さんディスカバリー、発見というところにつながっていきますので、皆さんチャンスからディスカバリーというところで、皆さん正解はやはりチャンスということでよろしいかと思います。さあ、続いて空欄 D ですね。こちらでございますので、よろしくお願いいたします。で、皆さんヒントですが、おそらく空欄 D の左側のこのスキャターがヒントですよね。皆さん、ばらまいてる、散らばってる様子ですよね。そこから皆さん選択し、いけるかと思います。ですから正解は1番のエルスウェアですよね。他の場所というところでいいかと思いますが、皆さんこのスキャター散らばってる様子、それを例えばイメージしていただけた、例えば、まあ、そうですね、 A さんがこの辺りにいたら、B さんはこの辺りにいてというところですね。ですから A さんとは他のところ、別のところ、違うところにいるからこそ散らばってる様子が伺えますので、ですからこの辺りということでエルスウェアですね。選択肢1番が正解です。で、皆さんもちろんヒントにしたのはこれですよね。 B 動詞の右側ということで情報構造バッチリです。さあ、皆さん続いての段落でございます。今度は皆さん空欄 E ですね。よろしくお願いいたします。皆さん、おそらくヒントはこの右側ですよね。ファーストオブオール、まず何よりも、He was much taller than the other warriors ということで、とにかく皆さん、背が他の選手たちと比べて高いんですよね。ということは、うんたらかんたらな人ではないというところで、つながりそうですね。もちろん正解は2番ですよね。オーディナリーということですから、普通の若者ではないということで、バッチリです。で、皆さんヒントにしたのはこれですよね。B 動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ、皆さん続いて空欄 F でございます。お願いします。で、皆さんヒントはおそらくこの次の文章のバットですよね。これとセットで使えそうな選択肢が一つだけありますね。もちろん正解は3番ノーマリーですよね。普通はうにゃうにゃですが、てんてんてんという話でございます。これちょっと皆さんホワイトボードで説明してますね。皆さん補足説明いってみたいと思います。皆さんノーマリーが正解でしたが、皆さんこのパターンですね、この上の3つぐらいであればですね、皆さん結構有名でございますので、ご存知の方いらっしゃるかと思います。で、皆さん論理転換の大定番でして、情報逆説というパターンなんですね。ですから、あ、もちろんうにゃうにゃだがーとか、なるほどうにゃうにゃだがーとか、確かにうにゃうにゃだがーというパターンでございます。で、皆さん有名どころはオフコースとか It is true、 そして To be sure ですね。ですから皆さん、もうご存じないという方もいらっしゃるかと思いますが、その方も単に、覚えていきましょうというところでよろしいかと思います。ですので、これの有名なパターンが問われていただけでございますので、参考になさってください。さあ、皆さん続いて今度は空欄 G でございます。よろしくお願いいたします。で、皆さん、おそらくヒントは空所の左側、ベリーグッドレピュテーションですよね。ですから、評判が非常に良いわけですから、じゃあ、それは何でですかって考えていただけるといけそうですね。ですから、正解は1番ですよね。クリアーシンキングということで、皆さん、思考がはっきり、頭脳明晰ということでございますね。です。だからこそ、皆さん、グッドレピュテーションですよね。評判が、この上なく素晴らしいという話につながっていきますので、1番が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントにしたのはこの波線のところですが、これですよね。ハド、一般動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。
サミさん、続いて空欄 H でございますが、皆さん注釈一つだけついておりましてですね、流れが速い岩場ということでございますので、それもちょっと踏まえながら H 考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんヒントですが、まず空欄の左側にあがついております。皆さんこのあとつながらないのは一番セイムですからね。皆さんセイムはザがつきますよね。だから1番はまず×だということでよろしいかと思います。そして皆さんヒントはどこですかって言われたら、多分これですよね。ざっとエリアということでございますので、その地域と言い換え可能なものが見つかりますね。ですから正解は4番ですよね。皆さんサート、サートンプレイス、特定の場所ですよね。それが皆さんざっとエリアと言い換え可能ということで問題ないかと思います。で、ヒントにしたのはこれですよね。前置詞の右側ということで情報構造バッチリです。サミさん、続いて空欄 I でございます。お願いします。で、皆さんヒントですが、空欄 I の右側これですよね。 difficult to see ということで、皆さん見つけるのが難しくなるようにするためにはどこに沈めますかというふうに考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんもちろん3句、沈める話でございますので、上ではないですよね。ですから、下に沈めたら見えなさそうでございますので、ビローかダウンということでよろしいかと思います。で、この後ホワイトボードを使っていきますね。サムさん、補足説明へ行ってみたいと思います。ちょっとここの右側書き出してみました。皆さん、全員サンクイット、ビロー・ザ・サーフィス・オブ・ザ・ウォーターということで、皆さん、正解はビローですからね。下ということです。ですから、皆さん、沈めたんですよね。で、水の表面の下に沈めましたということです。ので、皆さん、イメージは大体こういう感じです。ですから、皆さん、沈めた様子と合致しておりますので、ビローがバッチリということでよろしいかと思います。で、じゃあダウンはじゃあなぜダメなのかということなんですが、皆さん例えばウォークダウンザステアーズということで、だからこれ皆さん階段を歩いてこう下がっていく様子ですよね。下へ行く様子でございますが、皆さんダウンと言われたら皆さんおそらく下へというふうにイメージを持ってるかと思いますけども、皆さん大事なのはこれですかね。まあ言われてみれば当たり前かもしれませんが、上から下への運動でございます。ですから、皆さん、こういう感じですよね。ですから、言い方を変えると皆さん、水の下に皆さん、ダウンを使ってしまうとですね、皆さん、あるものをこういう感じですよね。皆さん、こう、水の表面に到達する前に見つかっちゃってしまう可能性もございますね。ですから、先ほどの文章でもありましたが、difficult to see、見るのが難しい。確認を取るのが難しい状況にしないといけないので、ダウンだと、なんかバレてしまう可能性もありますからね。ですから、ダウンではなくて、皆さん、ビローが正解です。ですから、皆さん、ビローであればもうこの位置にあるのは分かっておりますので、なかなか気づきにくい、見えにくいということで、バッチリです。サミさん、続いて空欄 J でございます。よろしくお願いいたします。で、皆さん、もちろん、ターン、うにゃうにゃで皆さん熟語でいけそうかと思いますし、もしくはこの点々点のところですね。皆さんこの岩場のところに皆さん投げ出されておりますので、こうなったからこそ投げ出されてるんですよね。そういうふうに皆さん考えていただけるとよろしいかと思います。ですから正解は3番オーバーですよね。皆さんターンオーバーで転覆するということでございます。まあ、だからこそ、まあ、投げ出されている様子につながりますね。ですからヒントは B 動詞の右側ということで情報構造バッチリです。さあ皆さん続いて空欄 K でございます。で、皆さんこれもヒントはですね、この点々のところで同じでいけそうですね。敵が全員こう放り投げられております。カヌーは転覆してるんですよね。それで行くと勝利を…ですね。ですから正解は2番ですよね。皆さん勝利を達成しておりますよね。勝利を収めておりますので、アチーブ正解です。
で、根拠とした場所はやはり先ほどと同じように B 動詞の右側ですね。サミさん、最後は空欄 L でございます。タミさん、空欄の右側にアズがおりますので、この前置詞アズとつながるものを選んでいただけると嬉しいかと思います。となってくると、皆さん2番と3番削れますよね。で、皆さん正解は4番のマークとでございます。皆さん、リガードがなぜダメなのかという話は今からホワイトボードでしますね。さみさん、補足説明でございます。皆さん、リガードに関してですね、皆さん有名どころですよね。後ろは A as B、 A を B だとみなすということでよろしいかと思いますが、皆さんちょっと落ち着いて考えてみるとですね、主語は皆さん人間ですからね。ですから皆さん、人間が A を B だとみなすのが皆さんリガード A as B でございます。先ほど皆さん空所の左側の主語は皆さん人間じゃないですからね。でそういったところで皆さん、リガードはダメということで、マークが正解ですね。で、皆さん、マークに関しては皆さん、マーク A as B、A を B だと特徴づけるということで、ちょっと皆さんメモっておきましたので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。サミさん、お疲れ様でございました。青年学院大学の空小10問題やってみましたが、皆さん、知識としてですね、やはりこれぐらいは押さえておく必要性があるかと思いますので、もし皆さん知らない知識があれば、この後ノートを取っていただいて、で皆さん、ノートを取った後はいつも通りこれですね、赤シートで隠して、皆さん、スラスラ言えるというところは、皆さん一つ頑張っていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、このメモした知識が試験当日的中、ということも十分考えられますので、ですから、青年学院大学志望者だけじゃなくて、他の大学を志望する方でも、ぜひ押さえていただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。